まさかの一番点数が低いという結果となりました。どうもメガネです。今回はこれらの4機種を徹底的に比較する、要するに極限比較の動画をやっていきます。比較するのは最強の完全ワイヤレスイヤホン、ゼンハイザーモメンタムトゥルーワイヤレス4、そしてノイキャン最強のソニー WS-X Mark5、 それからあらゆる YouTuber が最高と歌っているテクニクスの EH-AZ80、そして知る人ぞ知る圧倒的な装着感のジャブラエリード10、総額なんと16万円くらいということで、マジで意味不明な企画の比較をやっていきます。で、自分は今手元に16万円分転がってるんですけれども、一般人はポンと手が出せるもんじゃない。そして他の YouTuber も単発レビューを出したり2種類の比較はするんですけれども、4機種の比較っていうのはなかなかしない、なら私がやってやろうじゃないかということで、これからも YouTube 発信を頑張るためにも今のうちにチャンネル登録よろしくお願いいたします。なお今回の動画でゼンハイザー、ソニー、テクニクス、ジャブラの4機種を比較してるんですけれども、比較候補に選ばれていないイヤホンはこんな感じの理由で選ばれてないです。いろんな方は持ってると思うんですけれども、まあ個人的には欲しいって思えるものじゃなかったし、まあ提供も来ないんで今回の比較対象からは外れております。ということで早速完全ワイヤレスイヤホン4機種の極限比較やっていきましょう。ということで、まずは今回の動画で紹介する4機種のスペックを比較していきます。もちろん音質だったりノイキャンの強度だったりっていうのはスペックに書かれていない部分でわからないんですけれども、数値でわかるものについては把握できるかなというところで紹介しておきます。といってもどれもフラグシップの完全ワイヤレスイヤホンなので、スペック面ではまあそんなに大差ないかなというところですね。どれも再生時間はノイキャンオンで6、7時間ぐらいあるし、 Bluetooth コーデックも LDAC だったり AptX のアダプティブにも対応してるし、 LC3 に対応しているものもあるし、ドライバーサイズも7ミリ以上で一般的なイヤホンよりかは大きい。なのでスペック面だけ見たらどれを選んでも失敗は少ないかなというふうに思います。ただ価格が結構違っていて、ゼンハイザーだけぶっ飛び価格で、その他はだいたい3万円台ですね。でソニーは相変わらず価格が結構上下しつつ、テクニクスはセールにもあんまり参戦せずに価格は固定、ジャブラエリート10はさすがに発売当初の4万円では売れないことを悟ったのか、この動画を撮影している時点ではだいたいセールに参加したりクーポンが出たりっていうところで3万円を切ってくるような価格で販売されております。ということで次からはどんどん比較していきます。まず最初は外観だったりデザイン面について見ていきます。デザイン面に関しては4機種それぞれで個性があって、ソニー WX-NX Mark 5だったりジャブラエリート10はプラスチック感があって、テクニクスの EH-AZ80 は金属感ありで、そしてゼンハイザーモメンタムトゥルーワイヤレス4はファブリック調で高級感があります。まずはソニー WX-NX Mark 5から見ていきます。 Mark 5は今回比較する4機種の中で一番コンパクトで、手のひらにすっぽり収まるサイズ感が結構魅力的ですね。ケース全体はプラスチック感のあるデザインで、まあ、正直そんなに高級感があるかって言われると、まあ、正直ないかなというふうに思います。ケースには指紋はつきづらいんですけれども、一度ついてしまうと結構シミみたいな感じで取れなくなってしまいますね。ちょっとここら辺とかがちょっとねシミみたいな感じでツヤツヤっとしてるのが取れなくて、まあ、これは Mark 4からの課題ではあるんですけれども、ちょっとそこら辺は注意するようなケースとなっております。でイヤホン本体に関してもこんな感じでかなり小ぶりで、耳への収まりもかなりいいです。がしかしイヤホンの表面はマットで高級感があるのに対し、なぜか耳に触れる内側部分がツルツルテカテカ光沢のある安っぽいカラーリングなのがちょっといただけないですね。まあ耳の内側に入る部分だからそこまで気にしないっていう人も多いと思うんですけれども、このツルツルの部分に耳の皮脂がつくとツルツルテカテカのせいでかなり滑りやすくなりますね。 WX-NX Mark 5はイヤホン自体がコンパクトなのに、掴みやすい側面のところが皮脂でベタベタになって滑りやすいので、まあ、イヤホンから取り出す際に毎回注意を払う必要があるのはちょっと難点かなというふうに思います。全体的なデザインとしては可もなく不可もなくなんですけれども、取り回しの点では若干評価が下がるかなというところですね。 3D は大人気のテクニクスの EH-AZ80 で、特徴的なのがケース上面に金属を採用しているところですね。手元にあるのがブラックモデルなので、ギラッと鈍く光る感じがかなり無骨でかっこいいかなというふうに思います。ただケースの上面は金属感でスピン加工で高級感ありありなのに対し、ケースの側面に関しては普通の樹脂製で、まあ、結構プラスチックっぽい材質なので、ちょっとね安っぽさが否めないかなというふうに思います。まあ予算の都合だったりワイヤレス事例に対応できなくなるとかで、まあ、理由はあると思うんですけれども、一度プラスチックって認識してしまうとその安っぽさが一瞬脳裏をよぎるので、まあ、ちょっと意識してしまうようなケースとなっております。イヤホン本体に関してもこんな感じで、表面にはねこういう感じでテクニクスのロゴがスピン加工されていて、かなりリッチな風合いに仕上がってるかなというふうに思います。イヤホンの内側に関してはプラスチックなんですけれども、イヤホン本体はねそこまで安っぽく見えないし、ソニー WX-NX Mark 5のようなツルツルテカテカ仕様でもないので、まあ、結構ね高級感あるイヤホンかなというふうに思います。でイヤホン本体はね若干大きいような感じはするんですけれども、それでも結構耳の収まりがいいような形状をしているので、まあ、
全然装着感に難ありってわけではないですね。続いてはジャブラエリート10なんですけれども、ジャブラエリート10は今回の4機種の中で一番プラスチック感があって、ちょっと安っぽいような風合いに仕上がっております。さらにサイズ感にしても今回の4機種の中で多分一番でかいようなイヤホンになってるので、まぁ、ちょっとね、安っぽいような感じもあるし、サイズもでかいし、蓋が閉まる感じの音もこういう感じでカチッっていうプラスチック感マシマシなので、まぁ、ちょっとね、発売当初4万円近いとは思えないようなクオリティかなというふうに思います。ただこのケースに関してはめちゃめちゃ平べったいような形状をしているので、結構タイトなデニムパンツとかのポケットにも入れやすいっていうのは結構魅力的かなというふうに思います。イヤホン本体はこんな感じになっていて、ジャブラらしい結構独特なデザインとなっております。パッと見はね、普通のイヤホンの形状なんですけれども、イヤーピースがこんな感じで三角形になっていて、結構いびつな楕円形かつ全体がラバーのカバーに覆われているので、皮脂がつきづらいし、ついてもすぐに拭き取ることができるっていう点では、やっぱジャブラそこら辺結構こだわってるなというふうに思います。ただこのラバーのカバーについてはこんな感じで簡単に剥がせそうではあるので、若干ね、耐久性だったりこの隙間にゴミが入ったりせえへんかなっていうのは心配ではありますね。でジャブラエリート10に関してはセミオープンタイプっていうことで、パッと見はね、普通のカナル型なんですけれども、インナーイヤー型のような軽い装着感が魅力のイヤホンとなっております。この軽い装着感を実現しているのがこの独特な形のイヤーピースになってますね。まあ、普通のイヤーピースはこんな感じで円形だったり、まあ、たまにね、楕円形のイヤーピースがあるんですけれども、ジャブラエリート10はこういう感じで開口部が三角形なくらい独特なイヤーピースを採用しております。まあ、この特殊すぎる形状のせいでサードパーティー製のイヤーピースの選択肢が皆無なんですけれども、その代わりにほぼつけてないような軽い装着感を堪能できるのはグッドかなというふうに思います。で最後のゼンハイザーモメンタムトゥルーアイス4なんですけれども、前作の3と同じくファブリック調のケースを採用、先ほどの3機種と比べても圧倒的に別の次元にいるかなというふうに思います。まあ、ファブリック調なので、まあ、質感としてはね、ただの布なんですけれども、サラサラっとする中に布のザラつきも感じられる高級な作りとなっております。そのせいなのか、ケース自体はちょっとね、全体的に大ぶりなので、タイトなパンツだとポケットに入れた時にもっこりするかなというふうに思います。また使い続けると、このファブリック調の毛羽立ちが経年劣化で徐々になくなっていてツルツルになるっていう点でも注意ですね。まあ、毛羽立ちがなくなって使用感がめちゃめちゃ分かりやすいんですけれども、レザー製品じゃないから使用感が出てもそんなに嬉しみはないかなというふうに思います。イヤホン本体に関してはケースと対照的にメタリックな感じで、ロゴ部分がスピン加工されているので高級感ありありですね。イヤホン本体は少し大ぶりなんですけれども、問題なく耳に入れることができるし、比較的耳の入り口でホールドするタイプなので装着感も結構軽めですね。またモメンタムトゥルーワイヤス4にはこんな感じでイヤーフィンがついているので、軽い装着感でありつつも耳にホールドして安定感を出すことができます。ということで、外観デザインに関しては趣味嗜好が大きく関わってくるところなんですけれども、個人的にはゼンハイザーのデザインが一番好きということで、こんな感じの評価としました。今回の動画の最後には比較する項目を全部総合評価したのもあるので、最後までご覧ください。続いては音質なんですけれども、私はね、ちょっとね、音質に対する旧大点が低いし、今回の4機種はどれもフラグシップなので、何を選んでも音質には満足いただけるかなというふうに思います。また音質についてはアプリのイコライザーでどうにでもなるし、こだわるなら有線イヤホンを使えばええやん派閥なので、まあそこはね、あらかじめ念頭に置いた上で評価していきます。ということで、まずはゼンハイザーからなんですけれども、ゼンハイザーモメンタムトゥルーワイス4の音質は全体的にバランスが取れつつも、低音の迫力もそれなりにあるし、高音の美しさや伸びもあるバランスの取れた音質かなというふうに思います。まあ実際他の YouTuber だったりブロガーの方々が絶賛しているように、音質はかなりいいかなというふうに思います。ただデフォルトの音質で満足してもいいんですけれども、パーソナライズイコライザーを設定すると音質だったり音場が化けるので、マジで設定するのがおすすめです。まあ、パーソナライズイコライザーっていうのは半自動半手動で、自分に合ったイコライザーを作成してくれる機能で、低音と高音、それから小さい音をバランスよく設定するだけで簡単にイコライザーを作ることができます。でこのイコライザーを設定するとマジで音質が自分好みになるので、これはね、ぜひとも試してほしいですね。まあ、自分の設定だったら低音を少し増やしつつも、高音をより増やして音場が一気に広くなって、まあ疑似的な空間オーディオみたいになりましたね。まあ、前作のモメンタムトゥルーワイス3でもできると思うので、まだやったことがないっていう方はパーソナライズイコライザーぜひとも試してみてください。ソニー WX-NX M5 の音質はかもなく不可もなく、まあ安定のソニーサウンドかなというふうに思います。まあ、低音の沈み込むような響きと少し控えめな高音で、まあロックだったり EDM などノリが良いサウンドに向いてるかなというふうに思います。またイコライザーでクリア
ベース、クリアバスを上げることで他の音域を邪魔することなく低音をもっと深くすることもできます。これを使えば低音を耳に響かせることができるので、パンチが効いた音質にしたいっていう方はぜひとも設定してみてください。 Mark 5もモメンタムトゥルバイス4と同じくパーソナライズコイライザーがあるんですけれども、設定してもゼンハイザーほどの変化はないかなというふうに思います。自分に最適な音質に近づくんですけれども、ちょっと面白めにかけるかなというふうに思います。逆にテクニクスの EH-AZ80 は高音のツヤ感だったりきらびやかさが特徴的かなというふうに思います。特にね、管楽器とかを聴く方にとってはその音をダイレクトに感じられて高音質に感じるかなというふうに思います。その反面ね、ちょっと高音が強すぎて耳に響きすぎる感じがあるので、その時は高音を下げて若干低音を上げるようなイコライザー設定をするとかなりいい感じに聞けますね。人間の特性上低音を響かせておけばよく聞こえるので、結構ね、低価格帯のイヤホンだったらズンズンしときゃいいやろっていうのがあるんですけどけれども、テクニクスはそれとは真逆で高音の美しさで戦っているのが高評価ですね。で、最後のジャブラエリート10に関しては、これまでの3機種に比べると全体的にちょっと音数が少ないような印象ですね。確かに普通の一般的な 1,2 万円のイヤホンと比べると確かに音質はいいんですけれども、他の3機種が音質ガチ勢ブランドばっかりなので、そこと比較すると若干物足りないような感じはありますね。ただジャブラエリート10に関してはどの音源でもドルビーアトモスの空間オーディオにすることができるので、これを使えば音数が少なかったとしてもかなりカバーすることができます。この空間オーディオは発売当初はちょっと微妙な感じだったんですけれども、発売からはだいたい4ヶ月ぐらい経った今の時点だったらかなり自然に空間オーディオを作ることができます。特定の音楽だけじゃなくて YouTube 動画だったり映画でも空間オーディオを使いたいって方はジャブラエリート10の購入が選択肢に入るかなというふうに思います。ということで、かなり主観的な要素が強い音質については今回このような評価とさせていただきました。続いてはノイキャンについて見ていきます。続いては現代の完全ワイヤレスイヤホンでは必須機能のノイキャンについてです。ここで言うノイキャンはアクティブノイズキャンセリング、通称 ANC で、通話用のノイキャンを含まないので、そちらはあらかじめご了承ください。ノイキャンに関しては最強のソニーがいるんですけれども、その他のイヤホンも含めて評価していきます。ということで、まずノイキャンといえばソニー WX-NX-M5 でしょうというところで、やっぱりねソニー強いですね。2024年の3月時点だと Apple の AirPods Pro だったり Bose の Quiet Comfort Ultra Ear Burst と並ぶ3大ノイキャンイヤホンの一角を担う存在なので、これは当たり前にノイキャンは強いですね。空気清浄機と換気扇をフルマックスで動かした状態でもその雑音がほとんど消えて、音楽をかけてしまえば騒音を感じることがない。もちろん電車の走行音だったり食器に当たる高い音は普通に聞こえるんですけれども、かなりの音をシャットアウトできるので作業に集中するっていう点ではかなり強いですね。2023年の夏前に今年の最強ノイキャンイヤホンになるだろうと思って登場したテクニクスの EH-AZ80 はその数ヶ月後に発売されたソニー WX-NX-M5 にあっさり抜かれました。なので AZ80 のノイキャンはかなり強力であるんですけれども、 M5 には少し届かないようなレベルとなっております。実際に空気清浄機の音も M5 よりかは少し残っているので、若干ねノイキャンは弱いかなというところです。ただこちらも音楽をかければ気にならないくらいなので、日常生活で困ることはないし、1万円台やったり2万円台のミドルクラスぐらいまでのイヤホンと比べれば普通にノイキャン強いので、 EH-AZ80 でも普通に実用的なノイキャン性能を持っております。テクニクスよりもソニーよりも後に登場したジャブラエリート10に関してはノイキャンは強力であるものの、 EH-AZ80 よりかは若干弱めかなというところですね。強力なので普段使いだったり作業中でも問題なく使用することができるんですけれども、先ほども言ったセミオープンタイプ、この装着感が軽い構造が災いして、笑ったり何かを食べたり顎を動かしたりするとイヤホンと耳の間に隙間ができて簡単に外の音が入ってきてしまいます。これは軽い装着感を実現するための犠牲ではあるんですけれども、常に強力なノイキャンを使いたいんだったら常に黙って常に同じ表情にしないといけないっていうのは若干だるいところですね。裏を返せばずっと集中して作業しなさいよっていうのを暗に教えてくれてるのかなというふうに思ったり思わなかったりってとこですね。一番新しいゼンハイザーモメンタムトゥルーワイヤレス4はジャブラエリート10よりもさらに弱いノイキャンになっております。前作のモメンタムトゥルーワイヤレス3よりかはノイキャン強度は上がってるんですけれども、それでも同価格帯の他の完全ワイヤレスイヤホンと比べるとノイキャン性能に関しては若干低めかなというふうに思います。空気清浄機と換気扇の音も普通に残っているし、音楽をかけても若干聞こえるような感じで残ってしまいます。なのでノイキャン重視でモメンタムトゥルーワイヤレス4を買うのはちょっと避けた方がいいかなというふうに思います。ということで、ノイキャンについてはこのような評価とさせていただきました。続いては外音取り込みについて見ていきます。
ノイキャンと対応なすガウイオン取り込みの性能についても比較していきます。ガウイオン取り込みに関してはフラグシップの価格帯のイヤホンだったらもうどれを選んでも普通にレジでの会計とかはできますね。あとはガウイオン取り込みの音量だったりホワイトバランスの少なさとかそこら辺が重視されます。個人的にはソニーとテクニクスが優勢で時点でゼンハイザーそれからジャブラっていうような印象です。ソニー WS-1000X マーク5は全体的にバランスが取れたガウイオン取り込みで普通に周囲の音を取り込むことができるし人の声も問題なく聞き取ることができます。またアプリでガウイオン取り込みの音量を調節することができるだけじゃなくて声の音域以外をノイキャンして会話しやすくするボイスフォーカス機能も搭載しております。まあ、使い勝手で言えばかなり完成度が高いですね。テクニクス EH-AZ80 のガウイオン取り込みは最強っていう風によく言われてるんですけれども実はこれにはからくりがあるのが注意点です。 EH-AZ80 のガウイオン取り込みにはそのまま外の音を取り込むトランスペアレントモードっていうのとガウイオン取り込みと同時に再生を一時停止するアテンションの2種類のガウイオン取り込みがあります。でトランスペアレントにするとガウイオン取り込みの評価は満点になるんですけれども利便性を重視してアテンションにすると強制的に機械音っぽいボイスフォーカスにされます。まあ、別に機械音っぽくても普通に会話することはできるんですけれども実はこういうからくりがあっておそらく他の YouTuber の方々はトランスペアレントモードを使っててガウイオン取り込み最強って言ってるのかなというふうに思います。なお自分は普通に利便性を重視するタイプなので、まあ、一時停止とガウイオン取り込みを同時にできるアテンションを使う結果ガウイオン取り込みの評価としてはちょっと低めになりますね。なぜ強制的にボイスフォーカスにするのかは迷宮裏の謎です。ジャブラ810のガウイオン取り込みはちょっとこもり気味で音量も小さめかなというふうに思います。一応アプリでガウイオン取り込みの音量は調節することができてマックスにしているんですけれどもそれでも若干音量は小さく感じてしまいます。まあ会話に集中すれば全然問題ないんですけれども片手までちょっと話聞いてるとかだと聞き逃す可能性が結構高そうかなというふうに思います。またガウイオン取り込みで取り込む音量が小さいので相対的にホワイトノイズが若干目立つかなというような印象です。まあ、そんなにホワイトノイズがひどいわけではないんですけれども、もしかしたら静寂な環境だったら気になりやすいかもしれないです。ゼンハイザーモメンタムトゥルワイス4のガウイオン取り込みは普通に会話できるんですけれども、2つ問題点があります。1つ目が結構ホワイトノイズが気になるという点で、もう1つが初期ロットだけかもしれないんですけれども、ガウイオン取り込みにすると左側からチリチリって音が出たり、人によったらまた別の音が聞こえるっていうのは不具合ですね。どちらもかなり静寂な空間じゃないと気づくことはできないんですけれども、静かな環境だったらずっとサーっていうようなホワイトノイズが聞こえるし、チリチリって音も聞こえるので若干不快に覚えるかなというふうに思います。で、他のモメンタムトゥルワイス4を買った方々も結構訴えてるので個体差じゃなくてモメンタムトゥルワイス4の問題かなというふうに思っております。まあガヤガヤしているレジでの会計とかできるのでそんなにね大事件ではないんですけれども幸先悪いなっていうふうには思います。ということでガウイオン取り込みに関してはこんな感じと評価しました。まあ基本的にはねフラグシップの完全ワイヤレスイヤホンを選んでおけばもうガウイオン取り込みに関して困ることはほぼほぼないかなというふうに思います。続いてはあまり気にしている方が少ないのが謎な風切り音についてですね。風切り音っていうのはイヤホンに風が当たることで聞こえるボーボーって音のことでこの音がひどいと外で音楽なんて聞けたものじゃないしちゃんと聞くために音量を上げると耳にダメージが入る。なので風切り音を低減する機能は結構重要なんですよね。で、風切り音低減には大きく分けて3種類の方式があってそれぞれメリデメがあります。それぞれのイヤホンがどんな特徴なのか押さえた上で評価していきます。まずはテクニクスの EH-AZ80 なんですけれども AZ80 の風切り音低減機能はマジで神がかっております。屋外に出て風を受けても風の影響を感じないしそれでいて風切り音低減でノイキャンが弱くなったような感覚も少ない。まあ、こんな細かいところまで見てレビューしてこんな風にね言及してる方っていうのは見たことないんですけれども個人的に感動するレベルでの風切り音低減の自然さでしたね。なのでテクニクスの EH-AZ80 だったら屋外でも屋内でも快適に使うことができます。風の影響を受けないのはゼンハイザーモメンタムトゥルワイス4も同じでモメンタムトゥルワイス4の風切り音低減は常時開放型なので常に風の影響を受けない代わりにずっとノイキャンの一部がオフになってしまいます。そのせいでただでさえ最強じゃないノイキャンがさらに弱く感じてしまいますね。かといってモメンタムトゥルワイス4のイヤホンの形状は風切り音をもろ受けるデザインなので風切り音低減は必須。そうなると風切り音低減のせいでノイキャン性能は格段に落ちるっていうところで風切り音低減のオンオフどっちに転んでも地獄というような結末になってしまいます。まあ、なのでね個人的にはモメンタムトゥルワイス3の頃から言ってるんですけれどもノイキャン性能はもっと上げつつ筐体デザインに関しては一新してほしい気もあります。ソニー WS-1000X マーク5の採用している風切り音低減は物理型でハードウェア的に風切り音を低減しているのでバッテリー消費がないのが魅力的です。しかし物理構造でしか対応してないので強風が吹くと普通に風切り音が聞こえてしまいます。前作のマーク4が反応型だったので今作のマーク5も同じように反応型を入れてくれ
れたらよかったのになっていうふうには思います。まあ、そうしたらね、テクニクスの EH-AZ80 と同じように最強の風切り音対策の機構にはなりそうなんですけどね。ジャブラ L10 は発売当初は風切り音低減機能が搭載されてなくて、めちゃめちゃ風切り音が入ってきて屋外でろくに音楽が聞けないような状態でした。ただ2024年1月のアップデートで風切り音低減のオンオフが追加されて、晴れて風切り音を減らすことに成功しました。しかしこの反応型の風切り音低減を発動させるには結構強めの風を当てないとダメっぽくて、大抵の風だったら風切り音が入ってしまうっていうのが難点です。また風切り音がオンになってからオフに戻るのも15秒くらい待たないといけないので、そこも使いづらいところかなというふうに思います。風切り音低減がオンになる感度だったりオフになる秒数に関してはファームウェアアップデートでどうにかなりそうなので、もう少し敏感に反応しつつ解除の時間も短くしてほしいところですね。ということで風切り音低減に関してはこんな感じで評価させていただきました。2023年から2024年にかけてようやく風切り音低減に意識が向き始めたので、24年にはもっと精度よく風切り音を低減できるようにアップデートとか機能拡張とかしてほしいところですね。続いては完全ワイヤレスイヤホンでは重要な操作性だったり操作内容の変更の自由度についてお話ししていきます。操作性が悪いとね、例えば外音取り込みにはすぐに切り替えたいのにいちいち長押ししないといけない、その結果毎回会話を聞き逃すなどの面倒なことになってしまいます。要するに操作性っていうのはそのイヤホンを快適に使うことができるかっていうところに直結します。で、まあ自分のね理想的な操作内容は今画面に出しているような感じで、イヤホンのスワイプ操作だったりワンタップして長押しみたいな特殊なケースを除けばこれが一番いいかなというふうに思っております。まずはゼンハイザーから見ていくんですけれども、個人的にはゼンハイザーの操作内容の変更はかなり自由だというふうに思っております。まず採用している操作方法の1回2回3回タップと長押しの全てを変更することができるし、左右それぞれ独立して変更することもできます。さらにタッチしてからのレスポンスも早いので、自分の生活に合った操作をストレスなく実現することができます。一応ノイキャン系の操作がノイズキャンセリングとトランスピアレントモードに分かれてるんですけれども、それぞれの処理内容に関しては今画面に出しているようなモードの行き来となっております。まあ、基本はねノイキャンと外音取り込みしか使わないと思うので、トランスピアレントモードでいいかなというふうに思います。続いてはテクニクスで、テクニクスもゼンハイザーと同じように対応している操作方法の1回2回3回タップと長押しの全てを左右独立して設定することができます。しかも操作してからのレスポンスも早いので操作体験としては結構いい。がしかしなぜか長押しだけ設定できる項目が減らされるので、自分の理想の操作方法にできないのが惜しいポイントですね。例えば自分は長押しに音量調節を割り当てたいんですけれども、テクニクスだと割り当てることができない。かといっていちいち長押しでノイキャン系の切り替えするのは煩わしすぎて面倒いとなると、必然的に利用頻度が低い音声アシスタントになると。で、そのしわ寄せで1回2回3回タップを工夫して設定しないといけないという謎にパズルをやらされるような仕様となっております。この特殊さゆえに、いくつも完全ワイヤレスイヤホンを持っている自分はテクニクス専用で操作方法を覚えないといけないので、ちょっとねこれは面倒ですね。また他のイヤホンからテクニクスに乗り換えた人も新しく操作方法を覚えないといけないので、これもストレスの一つになるかなというふうに思います。マジでこんな制限をつけた理由を知りたいですね。続いてはジャブラなんですけれども、ジャブラは対応している操作方法1回2回3回タップと長押しのうち1回2回3回タップのみ変更可能で、長押しに関しては音量調節で固定となっております。まあ長押ししている間ずっと音量調節されるので、この制限はまだ許せるかなというふうに思います。また左右独立して設定することができるので、長押しの操作を変更できないっていう制限はあるものの、そこまでデメリットではないかなというふうに思います。ジャブラ L10 は操作してから若干ラグがあるレスポンスなんですけれども、実用面ではそんなに問題じゃないかなというふうに思います。最後のソニー WS10X M5 ですが、マジでこのステージにまだおるのって話は毎回してるかなというふうに思います。ソニーに関しては3つのモードから1つ選択して左右に割り振る方法で、1回タップだったり2回タップで操作できる項目が強制的に定められております。まあ、初心者からしたらその方が何も考えなくていいんで楽なんですけれども、実用面を考えるとちょっと使いづらいかなというふうに思います。例えばスーパーのレジの会計の時にノイキャンから外音取り込みにしたい、それから音楽を一時停止したい時、そういう場合にはいちいち右のイヤホンをワンタップして一時停止して、左のイヤホンをワンタップして外音取り込みにする、でお会計が終わったら左のイヤホンで外音取り込みからノイキャンに戻してまた右のワンタップで音楽の再生を再開する、毎回左右のイヤホンをタップして一体何をしてるんか本当に自問自答する毎日ですね。一応前作の WS10X M4 で弱点だったイヤホンでの音量調節っていうのは4回タップとかいう意味不明な操作方法で実現できたんですけれども、まあ
3万円4万円まで出して小賢しい真似されてるのはなんか舐められてるような感じがしますね。まあ、これがね1万円以下のイヤホンだったり、まあ、1万円台のイヤホンだったらまだわかるんですけれども、フラグシップでこれなのがマジで残念ですね。ということで操作性に関してはこんな感じで、ソニー W1000X Mark V はまだ操作内容の変更はできるっていう点では星3なんですけれども、他のイヤホンを見習ってほしいところですね。続いては通話性能について見ていきます。通話性能に関してはスマホのボイスレコーダーアプリで静かな環境と騒音のある環境、それから風が直接当たっている環境の3つの環境を録音したのでお聞きください。現在はゼンハイザーモメンタムトゥルーワイヤレス4で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は静かな環境で録音しているのでかなりクリアに聞こえているかなというふうに思います。音声はいかがでしょうかっていう感じで聞こえます。現在はソニー WX-NX Mark V で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は静かな環境で録音しているのでかなりクリアに聞こえるかなというふうに思います。音声はいかがでしょうかっていう感じで聞こえます。テクニックスの EH-AZ80 で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は静かな環境で録音しているのでかなりクリアに聞こえるかなというふうに思います。音声はいかがでしょうかっていう感じで聞こえます。現在はジャブラエリート10で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は静かな環境で録音しているので比較的クリアに聞こえるかなというふうに思います。音声はいかがでしょうかっていう感じで聞こえます。今はゼンハイザーモメンタムトゥルーワイヤレス4で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は空気清浄機だったり換気扇をフルマックスで動かしているのでかなり騒々しいかというふうに思います。音声はいかがでしょうかという感じで聞こえます。今はソニー WS-1000X Mark V で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は空気清浄機と換気扇をフルマックスで動かしているのでかなり騒々しいかというふうに思います。音声はいかがでしょうかという感じで聞こえます。テクニックスの EH-AZ80 で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は空気清浄機と換気扇をフルマックスで動かしているのでかなり騒々しいかというふうに思います。音声はいかがでしょうかっていう感じで聞こえます。現在はジャブラ H10 で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は空気清浄機と換気扇をフルマックスで動かしているのでかなり騒々しいかというふうに思います。音声はいかがでしょうかっていう感じで聞こえます。今はゼンハイザーモメンタムトゥルーワイヤレス4で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は空気清浄機の風をガンガン当てているので、かなり風切り音とか聞こえるかというふうに思います。音声はいかがでしょうかっていう感じで聞こえます。現在はソニー WX-1000X で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は空気清浄機の風をフルマックスに当てているので、かなり風切り音とか聞こえるかというふうに思います。音声はいかがでしょうかっていう感じで聞こえます。EH-AZ80で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は空気清浄機の風を直接当てているのでかなり風切り音とか聞こえるかというふうに思います。音声はいかがでしょうかという感じで聞こえます。現在はジャブラリープ10で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は空気清浄機の風を直接当てているのでかなり風切り音とか聞こえるかなというふうに思います。音声はいかがでしょうかという感じで聞こえます。ということでね、静かな環境だったら今回の4機種では大差ないくらい普通に聞き取ることができます。まあ、強いて言うならモメンタムトゥルーワイヤレス4の音量がちょっと小さめで、ソニー WX-1000X Mark V が全体的に音がザラついているような感じですね。で、騒音のある環境では性能が二極化していて、ゼンハイザーとソニーに関しては初めからある程度ノイズは除去していて、テクニクスとジャブラに関しては騒音を判別して途中からがっつりとノイズを低減してくれます。なのでゼンハイザーとソニーに関してはずっとちょいちょい雑音が入った状態で録音されるのに対し、テクニクスとジャブラに関しては最初の方は雑音がめちゃめちゃ入るんですけれども、途中からクリアに聞こえます。まあこれに関してはね、一長一短ではあるんですけれども、トータルで見たらテクニクスとジャブラのノイズ除去性能がある方が優秀に見えるかなというふうに思います。この性能の二極化はイヤホンに直接風が当たっている状態だと顕著に見られて、ゼンハイザーとソニーは全体的にノイズが入っているものの終始同じような音質で届けることができます。一方でテクニクスとジャブラに関しては後半にかけて一気にノイズが消えております。ただソニーに関しては風ノイズがひどくて、テクニクスに関してはノイズの判別に10秒くらいかかっております。ゼンハイザーに関しては風ノイズは結構入っているものの、ソニーよりかは軽めで、ジャブラに関しては録音してすぐにノイズを判別して低減することができております。ということで通話性能に関してはこんな感じで、風が立っている状態でもそれなりに聞きやすいゼンハイザーとジャブラが一歩リードしているかなというような結果となっております。続いてはアプリについて見ていきます。続いてはそれぞれのイヤホンが対応しているアプリについて見ていきます。
今回比較している4機種はすべてアプリに対応、フラグシップということもあり、かなり機能性も高いです。ただ使い勝手だったり使いやすさっていう点では意見が分かれるかなというふうに思います。ということで、まずはゼンハイザーモメンタムトゥルーワイス4が対応しているアプリのスマートコントロールで、スマートコントロールでは大きく分けて2つのタブで構成されております。基本は一番左のデバイスタブでいろんな設定をしつつ、細かい設定に関しては一番右の設定のタブで設定していきます。2つのタブしかないし、そのページ上でいろいろ設定変更ができるので、かなり見通しが良くて使いやすいかなというふうに思います。また自分が使わないタブもこういう感じで除去することができるので、自分好みにスッキリさせることもできるっていう点でかなり使いやすいかなというふうに思います。詳しい解説に関してはゼンハイザーモニタムトゥルーワイス4のレビュー動画でお話ししております。 Jabra Elite 10が対応しているアプリ Jabra Sound Plus に関しても同じような感じで、基本はメイン画面で設定、細かい設定に関しては右上の歯車マークから設定していきます。メイン画面に関してはゼンハイザーと同じような感じで直感的で分かりやすいんですけれども、設定画面が細かく細分化されすぎていて若干使いづらいような印象です。例えば操作内容の変更がしたいときはどこからアクセスしたらいいのか分からないし、ヘッドセット設定の項目からさらにオーディオ体験っていうところに進んでたどり着いた設定項目が2つしかないっていうところでかなり少なめ。これだったら階層を深くせずにもっとシンプルにできそうな感じはしますね。ちなみに操作内容の変更に関してはヘッドセットのパーソナライズっていうところからマイコントロールズっていうところから音楽とメディアっていうところに進んで、ようやく操作内容の変更をすることができます。まあずっとジャブライヤホンを使ってきた自分ですらこの機能どこやったっけっていう風なことになるので、まあもうちょっとねスッキリしてくれたら嬉しいかなというふうに思います。続いてはソニー WS-10X Mark V が対応しているアプリのヘッドホンズコネクトについてです。このアプリに関してはタブがこんな感じで4つに分かれていて、それぞれのタブでできることも大量にあります。要するにかなり多機能っていうことですね。ただ多機能すぎるがゆえに、どこをどういじったらどういう風にカスタムできるのかっていうのが若干ぼやけているようにも見えます。もちろんワンタップですぐに機能をオンオフすることができたり、アコーディオンでこういう感じで見え隠れすることができるんですけれども、多機能すぎるんで若干見づらいような印象は持ちますね。さらに一番右の外部サービス系のサービスタブに行くと、こういう感じでね、いろんなサービスを案内してくれるんですけれども、まあ使い勝手というか使うシーンがあんまりないし、大抵は課金しないといけないっていうところで、まあユーザー数を頑張って増やそうとしているのがバレバレな感じはしますね。多機能さと UI UX の最適化がうまくできてないような感じはしますね。最後の EHZ80 が対応しているアプリのテクニクスのオーディオコネクトは、見た目を重視しすぎていて若干視認性が悪いっていうのが弱点です。まあ、ボタンはニューモーフィズムなのでおしゃれなんですけれども、まあ、ちょっとね色合いが同系色すぎるので見づらいような印象は持ちますね。また設定画面もモノクロすぎて強調部分がないし、実はこれスクロールできるっていうのもパッと見ではわからない。一応スクロールすればこんな感じでいろんな機能があって、まあかなりね多機能ではあるんですけれども、パッと見でスクロールすることができるのが分かりづらいのが微妙かなというふうに思います。機能性はソニー同様かなり高いので、今のデザインの系統を崩さずにもっと視認性を上げてほしいところですね。ってことで、アプリでできること機能性っていう点ではソニーとテクニクスが上手なんですけれども、全体的な使いやすさで言えば機能性とのバランスが取りづらいところです。アプリの使い勝手に関しての評価はこんな感じになっていて、まあ一般的な完全ワイヤレスイヤホンのアプリと比べれば多機能で使いやすいんですけれども、最強の4機種で比較してしまうとこんな感じの結果となります。続いては最近の完全ワイヤレスイヤホンでほぼ必ず搭載されているだろうマルチポイントを比較していきます。マルチポイントっていうのは一つのイヤホンに複数のデバイスを同時に接続することができる機能で、例えばスマホと PC に同時に接続して作業中は PC で BGM をかけつつ、休憩するときは接続の切り替えなしでスマホで YouTube を見ることができます。まあマルチポイントに関しては複数のデバイスに同時に接続して音源を切り替えるだけやんって話ではあるんですけれども、実はこれがまともにできないイヤホンもあるんです。まあ、今回のね極限比較だったらこちらのテクニクスの EHZ80、 こちらに関してはまともに切り替えできずにクソストレスです。というのもテクニクスの場合は PC で音楽再生を止めてスマホで再生しようにも、テクニクス側がまだ PC で再生しててスマホからの音源と PC 側の音源は同時に再生できへんからスマホの音源強制的に止めたろっていうような感じで、マルチポイントの誤認識が多発するんですよね。まあ、これがね仮に外出中に起きたらスマホからの音楽は聞けないので、いちいちバッグから PC を取り出して PC の Bluetooth 設定からテクニクスを切断したり、 PC の再生先をテクニクス以外にしてまた PC をバッグに戻してそれからスマホで再生するとかいうクソムーブが発生してしまいます。
まあこれに関してはね、何回か再生しまくってたらたまに成功するし、この現象を誰も言及してないのが怖いところではあるんですけれども、自分の環境だったらスマホを変えても PC を変えても起きるし、他の完全ワイヤレスイヤホンでも起きることがあるので、まあ現象としては存在してますね。まあなのでこの誤認識を避けるためにもテクニクスはもう使うことがないですね。マジでストレスなので。じゃあ他の3機種はマルチポイントの誤認識起きるかどうかなんですけれども、正直他の3機種でも起きるときは起きます。ただその頻度はテクニクスの日じゃないくらい少ないので気にしてないですね。むしろマルチポイントの誤認識が起きたらある種のイベントごとのようにも感じてしまいます。さらにソニーとゼンハイザーに関してはアプリ上で今接続しているデバイスだったりマルチペアリングしているデバイス一覧を確認できて切断したり接続の切り替えもできます。なので仮にソニーとゼンハイザーでマルチポイントの誤認識でニッチもサッチもいかんくなってもアプリ側で強制的に切断することができるのでそこまでダメージはないですね。テクニクスには接続デバイスの切り替え機能がないので簡単な解決策がないのは痛いところです。一応マルチポイントの設定を1台にしてスマホに接続してしまえばうまいこといくっちゃいくんですけれども、毎回 AZ80 を再起動したりマルチポイントが1台に制限されたりっていう面倒なことが起こるので、まあテクニクスはもう使ってないですね。ということでマルチポイントに関してはマジでストレスすぎて使わなくなるレベルだったテクニクスの評価は低めでこんな結果となっております。ってことで最後の比較項目として普段使いだったり作業のお供として使った時だったりっていうのを含めた総合的な満足度に関しても比較しておきます。ここまでの9項目は単体の機能に対する評価だったんですけれども、ここではトータルどやねんっていうところも見ていきます。まずはソニー WS-X M5 なんですけれども、ソニー WS-X M5 はこの4機種の中ではやっぱりノイキャン性能が最強やなというふうに思います。まあ作業に集中したり電車だったり騒音の多い環境では強力なノイキャンがかなり活躍します。ただ音質の点では結構いろんなところで言われてるんですけれども、ちょっとね無難すぎて面白みに欠けているので安定しているんですけれども癖が少ない、まあ、ちょっとね楽しさがないっていう点では、まあ、若干デメリットでは感じるかなというふうに思います。現状自分の持ってる完全ワイヤレスイヤホンの1軍のナンバー2として働いております。続いてはゼンハイザーで、ゼンハイザーモメンタムトゥルワイヤレス4は音質だったり操作性、それから使い勝手の点ではかなり高得点かなというふうに思います。ノイキャン性能はね、今回の4機種の中では一番低いんですけれども、その他のポイントが高得点なので、日常生活としてはかなりバランスよく使えるかなというふうに思います。またパーソナライズイコライザーで音質だったり音場が一気に化けるので、音質にこだわりたいっていう人も使いやすい機かなというふうに思います。ちなみに現状の1軍ナンバーワンがこちらのゼンハイザーモメンタムトゥルワイヤレス4ですね。テクニクスの EHZ80 はマルチポイントが3台まで対応していたり、外音取り込みと同時に一時停止できたりと、結構ね、トリッキーな機能が魅力的なイヤホンとなっております。またこのデザインも結構武骨でかっこいいっていうところでかなり人気なイヤホンです。ただやっぱり操作性とマルチポイント性能が個人的にストレスなので使いづらいかなというような印象です。まあこんなことを指摘している人っていうのは YouTuber だったりブロガーでも見たことないレベルなので気にすることはないんですけれども、やっぱり高価な買い物だし、イヤホンっていうのはもう日常生活に溶け込んでいるようなガジェットなので使い勝手は重視したい。まあ、なのでこのデメリットは微妙ではありますね。最後のジャブラエイズ10は圧倒的な装着感の軽さが魅力的で、長時間つけていても耳が痛くなりづらいです。ただ他の3機種と比べて特筆すべき機能が空間オーディオくらいで、安定感にパラメータを振りすぎていて、まあ、これに4万円出すのは若干厳しいかなというふうに思います。ただ最近だったら他のジャブラ製品と同じようにセールだったりクーポンを使って安く購入できるし、集中して長時間作業するブログ執筆だったり、あとはリモートワークとかでかなり向いてるようなイヤホンかなというふうに思います。ということで総合的には満足だと、個人的にはソニー WX-X M5 とゼンハイザーモメンタムトゥルワイヤレス4が一歩リードしているかなというふうに思います。EHZ80 は家など PC ですぐにマルチポイントの誤認識を回避できる環境であれば、ノイキャン性能的にまだ満足度は高いかなってところですね。ここまでお付き合いいただきありがとうございます。この動画で比較した10項目を表にまとめるとこんな感じになっていて、まさかのテクニクスの EHZ80 が一番点数が低いという結果となりました。まあ、操作性とマルチポイントで点数を失ったっていうのが痛いところですね。逆にゼンハイザーが2位の WS-X M5 より 2.5 ポイントも高いというところで、ノイキャンと風切り音低減以外の項目が高得点だったのが功を奏したっていう感じですね。もちろんこの比較は音質よりも機能性を重視する私の評価なんですけれども、イヤホン選びの参考にしていただければというふうに思います。もしこの評価に対して何かご意見があればコメント欄にどしどしご応募ください。ということでこの動画の最後に比較した4機種それぞれがどんな人におすすめなのかっていうのをお話ししてこの動画を締めます。
ということで、まずはソニー WS10X M5 がおすすめの人は、やっぱり安定感とノイキャンが欲しい人ですね。ノイキャンは現状アップル AirPods Pro、 Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds と並んで最強レベルなので、とにかくノイキャン重視の人におすすめです。また AirPods Pro とは異なり Android でも使いやすいし、 Bose の QC Ultra と異なりワイヤレス充電だったりマルチポイントにも対応とバランスがいい。それにソニーブランドなので他の人とも被りやすくて、他人の目を気にする人も安心して使うことができます。続いてはテクニクスの EHZ80 がおすすめな人は、3台以上のデバイスでマルチポイントを使う人かなというふうに思います。音質面で言えば高音が特徴的なので、クラシックとか高い音をよく聞くっていう方は臨場感があるサウンドを体験することができます。ノイキャン性能も高いし、外音取り込みも優秀だし、かなりバランスが取れた一機に加えて、金属感のある武骨なデザインも目を引くのがありますね。まあ、一応ね、操作性だったりマルチポイントをボロカス打ったんですけれども、他の YouTuber がこぞって突っ込んでないので一般人は気にしなくて OK です。ゼンハイザーモメンタムトゥルーバイス4がおすすめな方は、操作性だったり機能性重視の人で、ノイキャンはある程度の強度があればいいっていう人ですね。確かにノイキャンは前作のモメンタムトゥルーバイス3よりかは強力になったものの、まだまだ他のフラグシップに比べると弱い。なのでカフェでの作業だったり電車移動とかが多い方は、ノイキャン目的で買うのはちょっとおすすめしづらいですね。なお、この動画を撮影している2024年の3月時点、要するにモメンタムトゥルーワイス4の発売当初は不具合が多発しているので、マジで欲しいっていう方以外はステイがおすすめです。ジャブラリード10がおすすめの人は、長時間イヤホンをして作業するけどノイキャンも欲しいっていう方です。長時間イヤホンをつける場合は、こういう感じのファーウェイのフリークリップのようなオープンタイプを使うっていうのが主流だと思うんですけれども、カフェとか、あとはリモートワークで家で作業したいときはノイキャンも欲しい。そういう時にはやっぱり特徴的なセミオープンタイプの形状が軽い装着感を実現して、1日中つけても耳が痛くなりづらいジャブラリート10はおすすめかなというふうに思います。一応 BOSE のクワイエットコンフォートウルトライヤーバッツも装着感は軽めなんですけれども、 BOSE はマルチポイントとワイヤレス充電に非対応なので、機能性を求めたらやっぱりジャブラかなというふうに思います。ただ食事をしたり笑ったりして顎を動かすと、すぐに耳とイヤホンとの間に隙間ができてノイキャンが弱くなることには注意ですね。ということで、この動画がほんまに何分になったかわからないんですけれども、ここまでご視聴いただき本当に本当にありがとうございます。最後に一言、欲しいと思ったら突発的に買うんじゃなくて、一度店頭に行ったり、こんな感じの動画で何が良くて自分に何が合っているのか合ってないのかっていうのをよく見定めてください。この動画があなたのイヤホンライフの一助になれば幸いです。というところで、今回の動画は以上となります。このチャンネルではこんな感じでイヤホンの極限比較なんかもしております。他の YouTuber がなかなかしないような細かいレビューまで知りたいっていう方は、グッドボタンとチャンネル登録してくださると大変励みになります。いつも応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。私メガネはメガテンパというブログも運営しております。こちらのブログではガジェットレビューだったり、普段の生活作業をワンランクアップできるようなガジェットハックを発信しております。概要欄のリンクはぜひとも足を運んでみてください。 SNS は Twitter、X、Instagram、スレッズやっております。フォローよろしくお願いいたします。ということで、またいつかどこかでお会いいたしましょう。お相手はメガテンパのメガネでした。バイ。AZ80 は家など PC ですぐにマルチポイントの誤認識を回避できる。しゃっくりが止まれへん。やばい。